小池栄子の下手くそ英語は完全なる計算。新宿野戦病院、駆動館の黒沢明、椿三十郎、オマージュから見るよう子の役割。小池栄子、43と中野大が、31がダブル主演する連続ドラマ、新宿野戦病院、富士テレビ系水曜夜10時の第6話が、8月7日に放送さる。小池演じるよう小西フリーマンは、 岡山弁と英語のバイリンガルで、放送当初から彼女の英語がひどすぎるとの声があったが、その理由が見えてきた。同ドラマは、駆動館こと駆動館苦労54のオリジナル脚本で、新宿歌舞伎町の路地にひっそりと立つ、聖魔心病院を舞台に、命の尊さを投げかける救急医療エンターテインメント。洋子はアメリカで生まれ育った元軍医で、 13年間軍隊病院で働き戦地の野戦病院で兵士や住民の救命活動を行ってきたという。X、旧ツイッター上では小池栄子の英語がひどい。英語をやめて日本語だけにすべきだ。内容はなかなか面白いのになどと初回から違和感を覚えた人が多かった。それでも最近では、 ネイティブな英語じゃないところも、岡山弁なところも、そこが良い。どっちもあるから、うさんくさくて最高にいい、など、癖になってきたと声も。また、ネット記事では、ようこの雑な英語は、日本人の外国語コンプレックスを逆手に取った、視聴者いじりだという指摘もある。しかし、メインキャラでセリフが多いようこが、それをやっても聞きづらいだけだし、どうにも負に落ちない。 だが、そのヒントらしきものが第5話で見えてきた。7月31日放送の第5話は、ソーシャルは赤高峰は月平井若美、44は、陽子が院長である父圭介、江本明、75と律子、よきみこ、68との間に生まれた娘だと知って同様。そんな中、圭介は陽子に病院を継いでもらいたいと話し、葉月は大反対。 病院を飛び出してしまい、という展開。ヒントは、ケースケの陽子が来てから昔の歌舞伎町の赤ひげ時代に戻ってる気がする、というセリフだ。赤ひげとは、ご存知のように黒沢明監督の名作映画、赤ひげのこと。工藤監と黒沢映画といえば、初のカラー作品、ドデスカデンの原作である、山本周五郎の季節のない街を昨年、 ディズニープラスで配信ドラマ化している。さらに、ドカ館は14年前頃のインタビューで、黒沢映画は、ドデスカデンだけでなく、用心棒、椿三十郎、どん底などが好きで、自身の手による舞台やドラマ作品において、多大なる影響を受けたと明かしている。実は、新宿野戦病院でも、ケースケの赤ひげ発言の前から、黒沢映画の影を感じていた。 その作品は、騒動の起こっているところに、突然現れる凄腕のスケットの映画、椿三十郎だ。三船敏郎主演の本作は、藩の汚職を暴こうと9人の若侍が立ち上がり、上役を告発するも逆に窮地に。それを図らずも聞いていた老人椿三十郎が、計りごとに不慣れな彼らに同情し、助け立ちする痛快アクション時代劇。 超人的な知力と武力を兼ね備えた三十郎が、藩に平和を取り戻すべく活躍を見せる。機嫌が悪いと言いながらも若侍を守り抜いた椿三十郎だったが、彼はいわゆる藩にとっての異物で、最後は若侍たちの前から去っていく。よう子もまた歌舞伎町の面々と協力して仲間になりかかるが、やはり町に迷い込んだ異物だ。 異物は周囲の人々と馴染みきらないことで物語をより際立たせる役割がある。そしてそのためには周りから浮く違和感が常になければダメなのだ。三十郎の機嫌が悪いアピール同様、洋子の雑な英語はその違和感を感じさせるツールなのかもしれない。これが仮に流暢な英語と岡山弁だったら違和感を覚えないし、異物でもなくなってしまう。 英語のうまいアジア人など、歌舞伎町には当たり前にいる。洋子は異物である他に、流暢な英語を話してはダメなのだ。椿三十郎は最後、若侍に引き止められるも、あばよ、と言って立ち去っていく。おそらく洋子も、最後は英語か岡山弁で、あばよ、と言って、歌舞伎町から姿を消してしまうだろう。果たして、この予想は当たるだろうか ドラマライター山川不適切にも程がある。TBSK の河合優美23に続き、本作では伊藤葵18がその演技力で話題になっている。自作に大いに期待しよう。